歴史に残る決戦です。中島は言いました。当時果たせなかった忘れ物を取りに行くと。中島の忘れ物、それは GHC ヘビー級選手権で丸藤直道を超えること。およそ4年前、初めて GHC 王者になった中島は世代交代を果たそうと挑戦者丸藤を求め続け、しかし実現せずに王座を失いました。その心残りがあったからここまで来れたのかもしれません。挑戦者中島克彦、時が再び動き始める。彼が目指すのは N1 の頂のまた上、時代をつかむ。ここから全てが変わる。ついにここまで来ました。やっとやっと捕まえた。この日のために苦しんできた日々、精進の日々、そしてついに時来たる。 GHC 戦の丸藤越えはまさに中島の悲願でした。丸藤から取ることに意味がある。遅れてきた彼の世代闘争は今日決着を迎える。さあ、ジョーカーがエースになる瞬間がやってきた。丸藤を、今度こそお前を逃がさない。18歳で全日本プロレスでデビュー。20歳の時にノアの旗揚げに参加。それから42歳の今日まで、このノアに人生を捧げてきた。何が起きても箱舟を守ってきたから、ずっと握ってきた箱舟の舵は渡せない。かつて自分が越えようとした三沢さんのように、丸藤が中島の前に立ちはだかります。来年一定一、箱舟は再び武道館に帰ります。このベルトを持って聖地のメインのリングに立つために、この人の思いが一番深く強いのかもしれません。克彦よ、ただ強いだけではこのリングのトップには立てない。教えてやろう、歴史を背負ってきた男の強さを。さあ、王者対王者、今宵全ての答えが出る。選手権試合に先立ちまして、王者丸藤直道選手よりチャンピオンベルトの返還でございます。GHC ヘビー級選手権、丸藤直道3度目の防衛戦です。さあ、チャレンジャーサイド、金剛がセコンドにぴったりとついております。 GHC 王者対 N1 覇者による頂上対決です。本日はメインイベント、 GHC ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者210パウンドの中島克彦。俺はこの時を待っていた。 N1 王者、金剛のジョーカー、中島克彦です。赤コーナー第35代 GHC ヘビー級王者190パウンド丸藤直道。克彦、今こそお前の思いに応えよう。チャンピオン丸藤直道です。さあ、頂上対決、いよいよゴングであります。
丸藤直道対中島克彦です。丸藤は王者としてあえて N1 ビクトリーには出場しませんでした。この日に照準を合わせ準備をしてきました。さあその丸藤、肉体改造でこの上半身がパンプアップしております。挑戦するのは N1、 あの死闘をくぐり抜けてきた中島克彦、傷だらけでこの挑戦権を勝ち取っております。さてファンキー加藤さん、いよいよですね。やっぱね、今その GH ヘビーの歴代のチャンピオンのね、こう顔写真がパーッ出ましたけど、はい、もうそれだけでやっぱこの選手権試合の重みというか、はい、きますよね、ぐっときましたね。さてガンツさん、この2人の表情、はい、いい表情してますね。いやそうですね、やっぱりこのタイミングでこの2人は戦う運命にあったっていう感じですよね。そうですね、さあ一瞬静まり返りました。嵐の前の静けさか、中島が仁王立ちです。中島の目すでにもうスイッチが入っております。さあコメントご紹介しましょう。中島絶対に勝て、時代を変えてくれ。さあ舞台は整った、中島さんあとはベルトを奪うだけです。それから丸藤選手に対して、あの強い武藤から取ったんだ、簡単に渡すな丸藤というコメントが溢れております。ありがとうございます。さあそういったファンの思いを乗せてゴングが鳴りました。ピーンとした緊張感が張り詰めております。まだコンタクトしません。まだ触れてもいないです。そうですね、ただ中島の額には汗がにじみ出ております。もうすでに戦いは水面下で始まっている。どちらがこの距離を詰めていくか。中島の方は N1 決勝からまだ1週間です。一方の丸藤は N1 中に体を絞り込んでベストな状態で中島を迎え撃っております。緊張感すごいっすね。ですね、この中島選手の気合の入った目と、はい、そして丸藤選手は非常に冷静な目をしてましたね。そうですね、注目の初コンタクトを丸藤がちょっと低い体勢になりました。ローキックです。まさに挨拶代わりですね。そうですね、まずは挨拶代わりの一発、中島克彦から仕掛けていきました。中島はヘビー級のシングルリーグ戦 N1 ビクトリー史上初の連覇を成し遂げました。16選手の頂点に立って今夜もう一つの勲章ベルトを取りに行きます。まあ加藤さん、あのメンバーの中で勝ち抜いたわけですから、ここはやっぱりね、一気に突き抜けたいですよね。そうですよね、まあ、間違いなくその連戦の日々のね、その勢いというか、はい、そういうのがもう間違いなくプラスに作用していると思うんで。なるほど、まあ、先ほども言いましたけど、こういう時やっぱり、はい、あの王者の方がね、チャンピオンの方がやっぱりこう気持ち的なモチベーションだったりっていうのは難しいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね。まあガンツさん、はい、あれだけのリーグ戦でしたから、この松丸藤としてもやはりちょっとプレッシャーあったでしょうね。そうですね、それに、まあ、俺はいらないんじゃないかみたいな言ってましたね、ちょっと嫉妬するような、はい、発言もありましたね。と中島から仕掛けていきました。もしかしドロップとホールド、丸藤がロープへ飛んでいく。おっと、お互いのキックが空を切ります。痺れますね、本当に空気を切り裂きましたよね。さあ丸藤直道、6月に埼玉スーパーアリーナのビッグバッチで武藤敬司からベルトを奪取しました。7月に杉浦、8月に桜庭を破り、ここまで V2 キャリア23年42歳です。名実ともにノアの象徴であります。先輩としての意地もあるわけであります。中島はこの丸藤との GHC 戦をずっと待ち望んでいました。2016年から2017年にかけて中島は GHC ヘビー級王者となり7回防衛しました。その間世代交代をかけた丸藤戦、おっと中島からいった、リープロックで飛び越えます。バックに回りました。さあロープワークになった、ゴロゴロと転がって場外にエスケープしました。ここは中島克彦が駆け引きを仕掛けていきます。これがあの頃の中島とは違うところですよね。まあ、あの時は本当にこの世代交代を目標にまっすぐに戦う中島克彦でした。そうですね、はい、
そして丸藤選手最近、美味しくなったという発言がありましたけれども、それもともとはですね、あのチャンピオン時代、塩崎剛選手のタイトル戦に後に、中島克彦選手の方がまだ俺は美味しくないのかっていう発言があったんですね。それをおそらく丸藤選手が覚えていて、今回につながってるんじゃないかと思いますよね。まあ、まさにこの長い年月をかけて極上の獲物に変貌を遂げました中島克彦です。まさにこの際熟した感があります。5分経過。中島はその丸藤戦を、挑戦者丸藤を求め続け、結局かなわず、結局エディ・エドワーズにベルトを奪われました。その4年前の心のこりが本人の中にもあります。しかもエディ・エドワーズの最初の防衛戦の相手が丸藤選手ですから ね、中島選手、それは屈辱だったと言ってましたよね。まあ、加藤さん、プロレスにはこういう深いストーリーができるんですよね。そうなんですよね、本当にもう長く見れば見るほどっていう感じありますし、まあ、でも本当にこの2人の選手の試合なら、あの一元さんでも十分に ね、楽しめるっていうのもまたこれプロレスの良きところというか、素晴らしいところだと思うんですけども、緊張感が画面からも伝わってきますからね。お互いに慎重です。丸藤選手、本当に体絞りましたね。いや、本当に体変わりましたね。スタート、スタート、キレはじゃあやっぱり中島選手ナンバーワンじゃないですかね。まあ、ノアにね、何人かいろいろ見はいますけどね、使えていますけどね、中島の蹴りが一番かもしれないですね。対角線に送っていきます。中島克彦と丸藤が、ここはキックで迎撃しました。おーっと R15、 これは最近封印していました。 R15 大丈夫っすか今。仕掛け早かったですね、首筋もろでしたけど、いや、ニールキックがあそこまで届くわけですからね。中島克彦、しかもこの縦回転でですね。そうでしたね、危なかったですね、本当に。しかも早いし、中島克彦、あの N1 の死闘の直後、1週間後ですが、状態は良さそうです。さあ、このマルヒサイドのエブザアライアンスのメンバー、田中たち、持ち次、田中といったところがセコンドについております。おっと、走り込んで胸板にキック。中島が、ガンツさん、非常にこの要所要所で集中してますね。そうですね、気をくれ、本当に全くないですね。まあ、彼らは7年前にこの GHC 戦を行っているんですが、その時はやはり中島がこの上位世代に挑むというような、そういう空気がありましたね。はい、チャレンジマッチという空気が漂ってますね。それから7年3ヶ月の時が経ちました。中島にとっては待望すぎる一戦であります。それだけ経ってまだ33歳ですからね。そうですね本当すね、まあ、彼は15歳でこの世界に入りました。まあ、それと中島克彦は去年 N1 優勝したんですが、その後の塩崎戦、GHC 戦に敗れましたので、ガンツさん、今年はベルトにつなげたいですよね。いや、そうですよね。それとちょっと思いも違うんじゃないかと思いますよね。あ、なるほど、去年 N1 で。さあ、ここは場外で丸藤を痛めつけてリングに入れました。今のところ完全に中島選手のペースですね。そうですね、なかなか丸藤選手がペースつかめずに、中島は言いました。この一戦、丸藤直道が持つ GH ヘビーのベルトだから価値がついに来たぞというふうに話していました。彼のキャリアにとっても非常に大きなターニングポイントとなる一戦です。さあ、それに対して丸藤の方は、克彦は素直にすごいと思うと認めつつも、美味しく育った彼を食い尽くすのが楽しみと自信満々の様子でした。サッカーボールキックももう全身に多分しびれが走るような、そうですね、コーナーポストです。そしてビッグウェスです。とにかくこの蹴りに注意したいチャンピオンです。
おっと中島克彦がコーナーカメラの目の前でカメラ目線の余裕です。タイトルマッチでもこの余裕、堅くなに自分の戦いを貫きます。昔とは違う今の自分っていうのを本当に丸藤さんに全部ぶつけてますよね。まあ加藤さん、この彼のデビュー時を知っているファンからすると、彼がこんな風に変貌するとは、進化するとはちょっと思わないですよね。本当に頼もしいなっていうのもね、まだまだひよっこというか小僧みたいな感じでしたけど、もう今一流のねプロレスラーですからね。10分経過。かつてこの丸藤が三沢光晴さんの背中を越えようとしたように、33歳中島が42歳丸藤の背後に迫っています。丸藤にとってはこの戦い大事です。ベルトだけではない時代、一つの時代もかかっています。またキックから踏みつけ攻撃です。中島ショータイムだ。丸藤が痛めつけられている。中島余裕すら伺えます。マガンさん、かつて丸藤も三沢さんを超えようとした時ありましたけれども、そうですね、やはり追われる立場というのはやっぱ苦しいんですよね。いや、そうですね、いやだから中島選手の気持ちも分かるでしょうね、マガン選手。そうですね、タイトルマッチで三沢さんを超えられなかったっていう思いが丸藤選手の中にすごくあるらしいですからね。さあ、おっと場外に放り出しました。丸藤直道、丸藤もややエキサイトしているように見えます。中島は N1 で優勝した時、丸藤の前でやっとあなたのところにまで来ましたよと言い放ちました。遅れてきたこの丸藤越え、おっと中島はちょっとうずくまっていますが、中島トップでどこか痛めましたかね、落ちた時じゃないですかね。とレフリーが丸藤を制止します。中島が肘ですかね、中島の状態をレフリーが今確認しています。いや、しかし丸藤がそれを待ちません、待たずに腕を掴んだ、左の腕でしょうか、場外フェンス。今左腕をガンさんちょっとかばっているようになりますね、手をついた時、落ちた時ですかね、トップロープを越えて落ちていきましたので、その辺の着地を誤ったでしょうか。中島が腕を痛めたようです。その腕に猛然と攻め込んでいくのは丸藤直道チャンピオン非常です。おっと、鉄柵を使います。鉄柵を揺らして中島の左腕を痛めつけます。この辺はガンツさんも丸藤も見逃しませんね。いや、そうですね、ちょっと丸藤選手のキラーな部分をちょっと引き出した感じもありますよね。丸藤選手も川田選手とかね、秋山選手に散々やっぱりこう若手時代ねやられてきた部分あると思うんですけどね、そういうのが巡り巡って、まあ、今度は受けて立つ立場となりました。そうですね、ましてや GHC のチャンピオンです。このベルトの輝きをずっと守ってきたのもこの丸藤でした。まあ、そしてまた、やはりこの1月1日、はい、ありますからね、丸藤も ね、当然ここで足踏みするわけにはいきません。中島克彦は苦しい表情、ね、先ほどの余裕の表情は消えました。腕をかなり痛めたようです。回復に時間を要しています。少しでも時間を稼ごうというこの中島、また場外に一旦降りました。
この負傷が命取りにならないといいんですが、リングサイド赤い T シャツの混合の面々も心配そうに見つめております。中島、中島相当苦しそうです。キャンバスを叩いて、さあ悔しがります。その腕を丸藤が捉えてミストロック、うわーこうだ、こうです。15分経過、腕を伸ばした状態でいきましたね。そうですね、流れが一気に変わりました。チャンピオン丸藤優勢、その痛めた腕を掴んだまま逆水平、汗が飛び散る、ねじっていく、厳しいな。そしてうわあ、肘にストンピング、今度は肘を折り曲げた状態で危ないつけましたよ。丸藤非常に攻めを見せます。非常にこのスマートなスタイルの丸藤ですが、ここ一番ではこういったキラーな一面を覗かせることがあります。さあ丸藤も本気になっている証でしょう。中島苦しくなりました。丸藤もリストを取らせたら一流です。いや 逆方向にねじっている。さらにまたねじる、そのままロープを送っていきました。おっと膝へのドロップキック、そしてラウンドハウスキック、早い、腕がダメなら足でと蹴り技で活路を見出します中島克彦です。しかし丸藤はまだ何かを狙っていそうです。おっと、この蹴りの威力は加藤さんはまだありますね。そうですね、さすがです。中島しかしちょっと苦痛に顔を歪めています。片腕でロープに登っていきました。トップロープで上がる大阪の奮から照吉が沸き起こる。中島ミサイルキック、ミサイルキック命中です。滞空時間が長くて的確でしたね。そうですね、中島克彦この試合に勝てばおよそ4年2ヶ月ぶり2度目の GHC 大会になります。そして待ちに待った待望すぎるこの丸藤との GC 戦。おっとこのミドルキック、逆水平を避けてのキックです。ただまだ左の手をかばっています。走り込んでランニングローキックかわした、丸藤かわして転がした。おっとこれは膝、膝にキックを浴びせる、そして耳を掴んだ。この体勢からコーゼロも打てます。しかしコーナーポストに押し込んでいく。今ガンツさん、この切り返しが丸内早かったですね。そうですね、その裏で蹴りを受け止めましたね。よくタイミングで、この辺がこの彼のひらめきなんでしょうね。初めて見ましたね、あのガードの下。そうですね、テイクドロップキックでローキックを迎え撃つってことですよね。丸藤が打撃のコンビネーション、トランスキック入ってスピンキック、おっと中島がかわした、しかしまだ左腕で押さえています。丸藤時間差ロープワーク、ここも読んでいる、スピンキック、完全に顔面、これぞ顎の先端にヒットですね。いや本当っすね、ジャンピングしてのスピンキック。丸藤調子が良さそうだ。まさにこの猫のような動きが、この俊敏な動きは丸藤直道の天才たるゆえん。と首根っこを掴んで知らぬを狙う。しかしこれはよく分かっていますね、中島食らわない。おっ、怖ー、一瞬丸藤の距離、いい距離ができました。そこにすかさず甲をぶち込んでいった。
きり顎が上がりました今。そうでしたね。中島苦しくなりました。一気に丸藤さんです。丸藤がこう起点に攻め込んでいく。ドロップトーホールド顔面蹴り上げる。そして左のミドルキックです。しかしすぐに次の攻撃に移れない。はい、近い高さですよね。今そうですね、もどもどですよね。ちょっと危険な軌道でしたよね。いや、2人が倒れ込んでいます。さあ中島、ここまで来ました。やっとあなたのところにまで来たと優勝した瞬間言いました。さあ丸藤、丸藤の意地があります。20分経過。もう20分ですか。そうですね、早い、やっていますね。一本勝負で行われます GSC ヘビー級選手権です。丸藤は3度目の防衛戦、 M1 覇者を迎え撃っています。さあ中島、もう少し、もう少しで真の頂き。ドロップキック、丸藤から仕掛けました。あ、中島ガンツはやはりダメージかなりありますね。ありますね。彼はダメージがあってもあまりこの顔に出さずに行くんですが、腕のダメージがあるからこそ顔がガラ空きになってしまったという形ですよね。はい、お、丸藤が何をするんだ。場外でブレンバスター体勢。エプロンに、エプロンに頭を突き刺しました。エプロンでの攻撃、実は多彩なこの技の数々を持っています丸藤。その一つを見せました。受け身を取るタイミングじゃないですからね、あそこはね。そうですね、受け身の前のタイミングで首に来てしまいましたからね。またエプロンに何か狙っています。丸藤直道が、さあいいペースで試合を進めている。パイルドライバーを狙っています。しかし中島が返す、持ち上げました。リバースで返せない、力比べになっています。あ、このエリアでの攻防は勝敗を左右します。お互いに受けたくない。おっと、スタンドの状態になりました。お、ボディへのコー、水落ち、メイドの天候ですね。中島、動きが止まってしまった。上がった、して向き直して、エプロンにトリラホール、パイルドライバー、パイルドライバー、硬いエプロンに突き刺した。リングの一番硬い部分ですよね、あそこは。あ、剣王が心配そうに中島のそばに寄り添っております。食らってはいけない技を食らってしまった中島克彦。これ加藤さんどうでしょうかね。いやでもまあさすがにちょっとね、こう場外リングアウトよりはリング内でと思いますが、でもこのまま動けなくてもおかしくないぐらいの衝撃だったと思いますよ。中島克彦、頑張れ中島。立ち上がってきます。カウント20でリングアウト負けということになります。カウント14まで来ている。中島が自分を奮い立たせるかのようにマットを叩く。上がります、歯を食いしばってリングに上がる。しかし向こう側、丸藤が狙っている。おっと、フロムコーナーというコーナー。さあ丸藤が中央バッター、中島返した。いや、しかしもうこれは丸藤勝負に出ています。もう的確っすよね、一回もうそのロックオンしたら絶対逃さないっていう技の的確さが丸藤さんにはありますね。丸藤知らない、しかし切り返していた中島克彦。さあここはおっと、前方回転、前方回転、知らないが決まった。カウンター2、来るぞ来るぞ。そして今度は成長、知らない、丸藤、不知火一戦、中島返した。引き出しガンツさん開けてきましたよ。そうですね、これが丸藤直道だって感じですよね。まだ開けてない引き出しいっぱいありますよ、丸藤さん。丸
藤が知らぬ多彩な知らぬを披露しました。さあまだあります。次はなんだ、ブレンバスターの体勢です。上げたトラスキック読んでいた。おっと逆にトラスキックは中島、蹴り足をキャッチしました。中島和彦トラスキック、もう一発、三発、ダメです。いずれも的確なトラスキックでした。そして前から後ろからキックの乱れ打ち、キックの乱れ打ち、さあこれでねじ伏せるか、勝彦いったか、しかしまだだ。25分経過、中島の目が怪しく光りました。狙ってますね。上がった、バーティカルスパイク、バーティカルスパイク。さあ中島腕の痛みをこらえながらカバー、さあ超えたか、ダメだ、ね、さあガンツさんいかがですか。今ちょっと力が入りすぎて首ではなくて肩からいった感じでしたよね。なるほど、気持ちが乗りすぎた感じですかね。ここまで来ればもうそれも致し方ないでしょう、さあ次は何だ。丸藤はもうダウンしています、倒れ込んでいる。中島悲願達成まであとわずか、もうすぐそこまで来ている。おっと上げた、いけるか、ダイヤモンドボムが未遂に終わった。切り返される、そして痛めた腕を掴んで丸藤がコブラクラッチ、さあコブラクラッチ式三角締め、これも丸藤の必殺技の一つ。苦しそう、これ苦しいですね、この時間にこれは苦しいですよ、がっちりはまりましたね。コブラクラッチ式の三角締めだ。中島がもう目を閉じている、ロープに逃げたい、しかし丸藤逃がさない。この体勢からもなんだ、ここからまた、さあグラウンドに引きずり込んでいった、しかしギブアップしません。シナイダーの落とす技だったことじゃないですかね。そうですね、なるほど、丸藤は締め落とそうとしています。中島の意識を奪いに行っている。いやしかしおっと技をほどきました。ここからキーロックになります。キーロック、さあまだまだ続きがあるぞ、回転する、丸藤が、さあパーフェクトキーロックだ。この連続攻撃はまさに地獄だ。ああもうこれは完全な形です。顎に足をフックしてパーフェクトキーロックがまさにパーフェクト。あ中島タップするか、いや完璧ですね、腕がもう動きません。あ中島歯を食いしばる、もちょもちょい、あっと悲願はここでまたついえるか、中島がタップしそうだ。GHC 戦の丸藤越え、意地でも成し遂げるスケープ。本当にタップ仕掛けましたね。そうですね、マットを3回叩いたら終わりのところを1回叩いてしまいましたからね、はい、丸藤追い込んでいます。まだまだお前の後を歩くわけにはいかない、そんな意地が伺えます。丸藤夏彦は、しかしほらリストを掴んでいます。それを振り払って、おハイキックか、いやキャッチしました丸藤、おーこー狙いすました、こう顔面です。中島が前のめりに崩れ落ちました、危険な落ち方。さあ丸藤何を選択するか、お
タイガーフロージョンか。いやー持ち上げた、タイガーフロージョン、タイガーフロージョンで決着か。いやーまだだ、これでも決まらない。しかし丸藤まだフィニッシュはあります。ポールシフト式メダルのフロージョン、あるいは4-0もまだ温存している。丸藤も全ての引き出しを開けてきます。中島克彦の表情、ね、いや全く死んでないですね。生きてますね。しかし背後に忍び寄る丸藤の影、丸藤が狙っている。おっと、なんとこれをキャッチしてそのままトップロープに乗せました。そこへ蹴り上げた、ボディ蹴り上げた。中島真の一撃、逆転の一撃。まだ足はガンツさん生きているということでしょうか。すごい、30分以下でこのスピード、このキレ、信じられないですね。ボディへぶった切りキック。30分過ぎています。60分一本勝負、半分が過ぎた。中島笑っています。中島の顔に不敵な笑みが戻りました。普段の、いやースタミナありますね、お互いね。もう30分ですよね、いやすごいっすよ。こんなにも長時間戦ってスピードが落ちないって、どんなスタミナしてんすかこの人たち。うわ中島危ないぞ、トップタゲルキック枠を切る、トラスキック。丸藤が距離をうまく詰めていった、ハイキック枠を切る、そのままリストを掴んでいます。おお、股の間を抜いていったトラスキック、そして四角からフックキック、おおっと蹴りを呼んでいます。おお、さらにさあサイドに回って進行、おっと左に行く、いいリフト、おいおい、ここで返す、進行を切り返した。あ、高島が行くのか、バレンバクルの手拍子、やいと、いやしかし丸藤切り返す、おっとここで進行、こめかみ打ち抜いた進行、しかしカバーいけません。加藤さんいかがですか。いや俺今20秒ぐらいうわーしか言ってないですよ。まだわからないですね。いやすごい戦いだこれは、シートはなんとこの高いことか。勝ち抜いてなおかつこの丸藤、ここに勝たなければあのベルトを手にすることはできない、時代をつかむことはできない中島克彦。さあしかしもう少しだ、この苦しい中全く集中力が途切れてないからこその攻防ですよね。そうですね、丸藤。さあ中島どちらが先に立ち上がるか、エディオアリーナ大阪、手拍子が鳴りやまない。丸藤、こうつつけがたい、お互いの意地がぶつかり合う、ふらふらと起き上がった両者、逆水平、ここから始まるの。中島克彦チョップを受けてならばキック。この時間30分を超えてこの威力、中島ちょっと目が左の目が腫れています。中島克彦今度はもう透かしません、避けません、正面から受けます。男と男の決闘だ。丸藤のチョップも走っています。チョップ走っている、中島のキック、丸藤のチョップ、うわーすさまじい威力であります。一度の張り合いになった、丸藤も受ける、いやー苦しい、しかしまた行く、
長谷さん、これも聞いてないわけないですよね。いや、そうですよ。丸藤選手、あえて受けて引き出してる感じもありますね。倒れない、いや、倒れられない。お互いに打ち合う。おっと、中島が押しているぞ。丸藤、しかし、まだ受ける。丸藤も前に出る、受けながら前に出る。すごい精神力、すごい精神力。チャンピオン、すげえ。これがノア、これが GAC。 さあ、丸藤が前に出る。うわ、顔面、顔面にチョップですね。逆水平ですよ。このあたりのアイデアが丸藤ならではのもの。35分経過、かわした。中島克彦ももう必死であります。やりきる。おー、エルボーだ。エルボー張り手、おー、張り手だ。さあ、これは剣豪に打ち勝った。この往復の張り手、おーっと、マルシの脳が揺れている。あー、こうがクリーンヒット。いやー、マルフジ来てます。マルフジスイッチ入ってます。クロスカウンターコーですね。強いですね。丸藤、気持ちが折れない。うわー、いくぞー、コーゼロー、キャッチした。中島、チャンスだ。中島、いけるか。いった、ダイヤモンド、カバー、カバー、いけない。いやいや、遅れて。さあ、中島、まだいかないか。丸藤選手、立ちますよ。そうです、丸藤立つ。うわー、反撃か。右のハイキック、迷いなく振り抜いた。さあ、中島、これは今だ。まだ返す。マジか。大木をなぎ倒すようなハイキックですよ。本当っすね。すさまじい。これがノアだ。この受けの強さ。丸藤、まだ肩を上げるぞ。中島克彦、さあ、決着の時。中島、最後はこれか。上げた。さあ、すべて思いを込めて。バーッ、スパイク。完璧でしたね。返せ。ついに中島、丸藤を超えた。超えた。勝者、中島克彦。王座が移動。中島、 N1 ビクトリーに続いて GHC ヘビー級ベルトを奪取しました。ついに丸藤超えの悲願達成です。中島、いましたね。顔面を晴らしながら、いや、加藤さん、いかがでしたか。ちょっとね、喉枯らしましたよ。そうですね。結果、明日とか明後日にレコーディングなくてよかったです。あ、そうですよね。本当に、いや、でも熱い戦いでしたね。このベルト、4年2ヶ月ぶりに、4年2ヶ月ぶり2度目です。このベルト、あー、かっこいい。そして丸藤直道とも、この GHC 戦だから意味があると彼は言っていました。一番取りたい相手から一番欲しいベルトを彼は手にしました。いや、本当になんか2人の歴史を全てぶつけ合った試合という形でしたね。丸藤でも強かったですね。いや、本当に強かった。
マイクを取りました中島です。丸藤直道を食ったぞ。N1 そして GHC ヘビー食っても食っても食いたんねえな。正人が上がってきた。俺はまだお前に食われて、逆によお前を食い散らかしたるからよ、そのベルト俺に挑戦させろよ。別にいいぜ。だから言っとくよ、田中雅人、お前も美味しく食ってやる。田中雅人は M1 ビクトリー公式戦で中島に勝利しています。なるほど。さあその田中が挑戦を表明、リングに上がってきました。弾丸戦士が中島を狙います。おい、いいか、時代が動くぞ。やっと手につかんだ GHC ヘビー、俺がノアだ。ノアだという言葉で中島克彦が締めくくりました。まあ、どこかで聞いたような言葉ですけれどもね、ガンツさんね。そうですね、まあ、前回大会では、その思いでチャンピオンロードを歩んでいたんですけど、それが認められなかったというか、成し遂げられなかった、これなし半ばで落としてしまったってことですよね。はい、時代が動くぞ、中島はそうも言いました。まさにその時代が動く瞬間がこの今日だったのかもしれません。中島和彦、これから新しい戦いがスタートします。さあ混合のメンバーが全員リングに入ります。さあコメントをご紹介しましょう。コメント欄も湧いております。久しぶりにプロレスの試合で泣いた、和彦最高、また GHC の価値が上がった、ベストバウトという声もあります。さあ国王がいつものように対立を組みます。そして結束を表すこのポーズを決めます。その中央には GHC ヘビー級ベルトを持った中島克彦の姿です。 N1 決勝ではこの前にいる金王を破って同門対決を制して、このタイトルマッチに勝ち上がってきました。そして悲願の丸藤越えを果たし、四方を手にしたわけであります。いやまだ興奮の余韻が冷めやらぬという状況ですけれども、いやこれで何か新しいものが月は始まりそうですね。いやそうですね、こういう大きな試合だからこそですよね。試合内容がとてもなくすごかったすごかったですね。
かつての四天王プロレスとはまた違う今のプロレスリングノア、そして丸藤、中島だからこその、そうですね、まあ限界点みたいなそんな試合でしたよね。